ヘラルド・エンリケ・パーラは、ベネズエラ・スリア州・サンタ、バルバラ出身のプロ野球選手。左投げ左だ。MLB のワシントン・ナショナルズ所属。愛称は、L ・ヨロで、人生は一度きりという意味を持つ。アリゾナダイヤモンドバックス時代2004年8月30日に、アリゾナダイヤモンドバックスと契約して、プロ入り。2009年は、 シーズン開幕前の3月に開催された第2回、ワールドベースボールクラシックのベネズエラ代表に選出された。シーズンでは、参加の AA 級、モービル・ベイベアーズで29試合の出場で打率。361、3本塁打、12打点の成績で、5月13日に、コナー・ジャクソンの故障者リスト入りに伴い、メジャー初昇格。 同日のシンシナティレッズ戦で2番中堅守で先発出場をして初打席で本塁打を放ちメジャー史上100人目となる初打席初本塁打を達成した過去30年でマイクランシングしか達成していないメジャーデビューから5試合連続打点を記録同月16試合の出場で打率 319.16打点の成績で月間最優秀新人に選出された。その後、8月と9月、10月は3割を上回る月間打率を記録。規定打席に達しなかったものの120試合の出場で打率。290.5本塁打、60打点を記録。打点は新人選手としてケイシマギーの66打点に次いでリーグ2位。 2010年は133試合に出場。打率、261、3本塁打、30打点を記録した。2011年は自己最多の141試合に出場。打率29、292.8本塁打、46打点、15、盗塁と本塁打、盗塁、打率で自己最高の成績を残し、シーズン終了後には、 初のゴールドグラブ賞を受賞。飛躍のシーズンとなった。2013年はシーズン開幕前の3月に第3回 WBC のベネズエラ代表に選出され2大会連続2度目の選出を果たした。2014年2月3日にダイヤモンドバックスと485万ドルの1年契約に合意した。2014年7月31日にミッチ・ハニガー アンソニー・バンダとのトレードで、ミルウォーキー・ブルワーズへ移籍した。ブルワーズ移籍後は、外野の3ポジションで46試合に出場し、打率、268、3本塁打、10打点、4盗塁という成績をマーク。ダイヤモンドバックスと合わせて150試合に出場し、574打席に立って2年連続で、規定打席に到達したが、4年ぶりに2桁盗塁に、 届かなかった。2015年7月31日にザック、デイビーズとのトレードで、ボルチモアオリオールズに移籍。8月12日、シアトルマリナーズの岩隈久志が、オリオールズ戦で、ノーヒットノーランを達成した試合で最後の打者となり、センターフライに打ち取られた。オリオールズに加入するまでは打率。328と好調だった。 フリオールズに移籍した後は55試合に出場したが、打撃不振で打率237だった。ブルワーズ時代との通算成績では、打率291、14本塁打、51打点、14、盗塁という成績だった。ディフェンス面では、移籍前後ともに、外野の全ポジションを守った。オフの11月2日にフリーエージェントとなった。 コロラドロッキーズ時代2016年1月20日にコロラドロッキーズと3年2750万ドルで契約合意したことが発表された。故障により102試合の出場にとどまり、打率253.7本塁打39打点だった。2017年は打率309.10本塁打71打点で打率と打点で自己最高を記録した。 2018年5月11日のサンディエゴパドレス戦での乱闘に参加した際に暴力を振るったとして4試合の出場停止処分を受けた。最終成績は打率284.6本塁打53打点だった。10月30日に FA となった。サンフランシスコジャイアンツ時代2019年2月17日に サンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月28日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。しかし、30試合の出場で打率。198と振るわず、5月3日に DF となり、7日に FA となった。2019年、 ホワイトハウスにて2019年5月9日にワシントンナショナルズとメジャー契約を結んだ。翌日から試合に出場し、5月11日のロサンゼルスドジャース戦で初ヒットとなる逆転満塁本塁打を放った。控えとして主に外野手として起用されたが、内野の守備につくこともあった。8月3日のアリゾナダイヤモンドバックス戦では7点ビハインドの8回裏に、 登板したが、1アウトも取れずに1安打4四95失点で降板した。移籍後は89試合に出場して打率。250.8本塁打、42打点を記録。ポストシーズンでも控えとして7試合に途中出場した。6月に登場曲を娘が大好きなベビーシャークに変更すると、この曲に合わせて手を上下に叩く、シャークダンスが観客に大流行。 パーラだけではなく、チームメイトもアンダーを放った際にも、類上でジェスチャーするようになり、球団史上初のワールドシリーズ制覇を成し遂げた、快進撃の象徴となった。オフの10月31日に、FA となった。2019年11月20日に読売ジャイアンツと一年契約を結んだ。背番号は、ナショナルズ時代から引き続き、88を使用する。 2020年6月19日の開幕戦で初安打を記録すると翌日には初本塁打を放った。右膝の違和感で8月16日に一軍登録を抹消される。9月18日に復帰したが10月13日に治療のために帰国した。そのため47試合の出場に止まりオフに自由契約となった。2021年2月3日に フルスモナショナルズとマイナー契約を結んだ。6月20日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。左翼種、中堅種、右翼種の外野3ポジションを守ることができるだけでなく、内野も守ることができる。一塁種として試合に出場しただけではなく、左投げながら二塁種や三塁種としても出場した。ありがとうございます。